まい。虎ノ門にある黒帯ラーメンの通信販売を買ってみました。前多分行ったよね。うん、美味しかったとこでしょ。そうそう、あの武田常康さんが経営されているね、利尻昆布で出汁を取ったラーメン屋さんですね。塩ラーメン美味しかった。うん、醤油も美味しかったけどね。このねセットは通販で売ってんだ。醤油と塩両方セットで入ってるんですよ。ふーん、うん、なんとお箸も入ってるね。あ、お箸これ入ったの。ヒノキのいい香りするよね。香る？わかんないかも。こうやってスープそのまま温めて湯煎するだけでいいっていうね。で、麺を煮るので、麺はね、30秒か40秒、40秒かな。うん、ここに後ろに作り方が書いてある、ね。うん、40秒か茹でて。とりあえずお腹空いたから早速作ろう。 OK。 お腹空いた。腹ペコさんがいる。ペコリン作ろう。いきますよ。いただきます。いただきます。ヒノキの箸ね、これね、ついてた。じゃあ醤油、醤油こんまに食べなかったからね。うん、なんか優しい味。優しい味。うん、あ、中華そばのいい匂いがする。うん、麺うまい。麺うまい。麺好きだわ。このほんのり卵味みたいな。うん、麺うまい。これ塩も食べたけど醤油も美味しいんだね。うん、だって武田さん塩推しじゃなかった。どうなんだろう。うん、うまい。うん、たくさんも早く食べた方がいい。うん、うまい。チャーシューは、うん、うん、ね、これうまい。どうですか。うん、通販ですよ。おいしい。これこれ食べたらお店も食べに行きたくなっちゃう。うん、お店の人に悪いけど同じぐらいおいしい。すごいね、その出来。再現率がすごい。うーん、ちょっと麺が入ってるって思うじゃん。うん、まあ、そんなことないんだよ。まずスープから、うん、あー、いい出汁が出てるわ。いい感じ。優しい塩。いただきまーす、ね、あー、おいしい。うん、うん、あ、ちょうどいい硬さになってるね、うん、確かにこれ伸びやすい。伸びやすいか40秒で茹でるって書いたんだっけ。うんうん、その方がいいね、しっかり守った方が。うん、じゃあ一緒食べる。食べる。たくさんの麺がいっぱい入ってるよ。うん、いや、食べた。ちょっと適当だったね。イエーイ。塩塩。うん、うん、まっ。どう、塩と醤油、やっぱり塩の。なんかお店で食べた時醤油の、塩の方が美味しかった。今日通販は醤油の方が好きか。うん、うん、なんかコンビニで買ってきた、うん、餃子が、うん、自分で作る元気なかったよ今日。うん、普通にファミマで買ってきた。
ファミマの餃子意外と美味しいかも。美味しいよきっと。うん、おいしい。卵卵卵も入ってますか。うん、うん、どうですか。半熟ま、うん、おいしい。すごいね、ここまで通販のラーメンが美味しい。うま、つゆうま、うん、うん、トロトロだね。でもさ、これってさ、やっと買えたんでしょ。そう、すぐね、売り切れちゃうんだよね。たまたまタイミングよくね、うん、ツイッター見てて黒帯ラーメン発売してたんで、うんうん、申し込んだらね、買えた。おいしい。ラッキーでした。うん、どう？うまい。あー、もうこれぞ醤油だね。私最近このさ、うん、昔ながらの醤油食べたくてしょうがなくて。懐かしい感じする。うん、いいよね。めっちゃうまい。うん、この長い麺もね。うん。うん、麺もうまい。いや、これ普通にお店で食べるの変わんないね。ほんとだよ。すごいな。うん。楽しいな、これ。うん。おいしいな。うん、チャーシュー柔らかい。うん、そうなんだ。すごいぞこれ。黒帯醤油食べたい。この再現性びっくり。そうね。どっち好き？確かにその時の気分でね。うん、どっちも美味しいんじゃない？うん。うまいうまい、うん、チャーシューすごいよね。チャーシューおいしい。私でもさ、私さ、シナチク大好きだからさ、これメンマはこれね、うん、高ポイント。うん、うまい、うん、メンマも絶品ですね。うん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 。この九条ネギが、そうだね、九条ネギも入ってたね。いいアクセントだね。うわ、うん、煮卵ね。煮卵ね。ちょっと潰れてるけどね。うん、柔らかいですよ。うん、とろとろ。とろとろです。家でこのレベルのラーメン食べれるってすごくない？ない。あっという間です。あっという間。うん。これ美味しい。っていうか、虎のモニカ食べに行きたい。もう一回。そうだね。ごちそうさまでした。Thank you.